喜劇俳優の坂井俊二さんを父に持つ坂井正明さん。父に連れられて撮影所に行ったことがきっかけとなり、5歳の頃に映画出演。ザ・スパイダースにボーカルとして加入したことで人気が爆発しました。バンドを解散してからもソロ活動や俳優、司会とマルチに活躍しています。そんな幅広い世代に人気がある坂井正明さんは、3度の結婚と2度の離婚歴があるようです。今回は、坂井正明さんの現在の嫁、妻や前妻、結婚歴、離婚歴について調査しました。目次、坂井正明は3度の結婚歴と2度の離婚歴がある。1度目の結婚と離婚、2度目の結婚と離婚、3度目の結婚。坂井正明の現在の嫁、妻は誰？なれそめは？坂井正明の現在の嫁、敦子は元モデル。坂井正明と現在の嫁のなれそめは？プロポーズの言葉はなかった。坂井正明と前妻2人との離婚理由は？1回目の離婚理由、2回目の離婚理由、お中元やお歳暮の処理、家にいてほしかった。PTSD、心的外傷後ストレス障害。まとめ、坂井正明は3度の結婚歴と2度の離婚歴がある。坂井正明の現在嫁の敦子の画像。タレントとして活躍し、2021年2月現在74歳の坂井正明さん。実は坂井正明さんには3度の結婚歴があります。1度目の結婚と離婚。最初の結婚は1974年、坂井正明さんが28歳の時です。お相手は一般女性でした。しかし、ただの一般女性ではなく、社長令嬢だったそうです。そして6年後の1980年、坂井正明さんが34歳の時に離婚してしまいました。ちなみに、お二人の間に子供はいませんでした。2度目の結婚と離婚。2度目の結婚は、離婚から9年後の1989年、坂井正明さんが43歳の時でした。前回の離婚の原因が価値観の違いだったためか、今度のお相手は一般人ではなく芸能人でした。お相手は、タレントの岡田美里、岡田美里さんで当時28歳でした。坂井正明の現在嫁の敦子の画像。15歳も年下で、年の差婚だったのですね。岡田美里さんとの間には、娘を2人授かりました。しかし、1995年に流産を経験しています。娘は長女の菊野さんと次女の小春さんです。坂井正明の現在嫁の敦子の画像、長女、栗原菊野。デザイン会社でグラフィックデザイナーとして働く傍ら、女性ファッション雑誌「ナイロン」の公式ブロガーやモデルを務めているようです。ミュージカル「アニー」がきっかけで芸能界入りし、舞台女優やタレント業をこなしています。2度目の結婚で娘2人も生まれたことで、このまま幸せな家庭を築いていくと思いきや、2001年、坂井正明さんが55歳で離婚してしまいました。3度目の結婚、2度の離婚を経て、坂井正明さんは以前インタビューで3度目の結婚はないと公言してました。僕も3度目失敗したらえらいこっちゃですし。結婚を申し込まれたら、断ります。子供が来やすい家でありたいから。娘のために生きていくのがいいかな。もし倒れたら娘が面倒見てくれる、それが理想形ですね。引用ニュースポスト7。しかし、岡田美里さんと離婚して10年後の2011年、坂井正明さんが65歳の誕生日8月6日、3度目のご結婚をされました。後ほど詳しく紹介しますが、お相手は22歳年下の一般女性、敦子さんです。
そして現在の奥さんでもあります。敦子さんとは岡田美里さんと離婚した翌年の2002年頃に出会ったそうです。しかし岡田美里さんとの間に生まれた娘たちを気遣い、すぐには結婚に踏み切れなかったようです。そのため娘さんたちの成長を待って出会ってから8年後の結婚となったようです。しかし結婚された当時、長女の菊野さんは複雑な気持ちだったようです。彼女は今海外に語学留学中なんですけど、酒井さんの結婚のことは直前になって知らされたそうです。異性だからなのか、娘にするとママはいいのにパパの再婚は嫌だったみたいです。それにずっと自分がパパの面倒を見るって言ってましたし、本当に結婚するなんて思ってなかったみたいです。引用ニュースポストセブン。堺正章の現在の嫁妻は誰？馴れ初めは？堺正章の現在嫁の敦子の画像。堺正章の現在の嫁敦子は元モデル。現在の嫁敦子さんは一般人だと報道されましたが、実はファッションショー等などに出演した元モデルで、175cm 長身のスレンダー美女だそうです。さすが堺正章さん、ただの一般人とは結婚しないですよね。堺正章と現在の嫁の馴れ初めは、2人の馴れ初めはクラシッカーのイベントラフェスタミッレミリアで出会ったそうです。堺正章の現在嫁の敦子の画像、ラフェスタミッレミリアとは、イタリアで生まれたクラシックカーで公道を走るイベントです。日本では1997年から始まりました。コースは原宿の明治神宮をスタートして、福島県を回り千葉県の成田市でゴールする約 1300km を4日間かけて走ります。結構ハードですよね。堺正章さんは2回も優勝しているそうです。番組がきっかけでイタリア車好きになった堺正章さんの愛車は1928年製のクラシックカーです。堺正章の現在嫁の敦子の画像。いろいろなイベントに数多く出場している中、敦子さんと出会い意気投合したそうです。プロポーズの言葉はなかった。2003年3月、インドネシアのバリ島でのバカンスを週刊誌にスクープされて以来、オープンな交際を続けていました。堺正章さんは2度の離婚歴と思春期の娘たちがいたため、敦子さんとの結婚にずっと踏み切れなかったようです。そこで敦子さんは、そろそろ白か黒かはっきりしようと言ったそうです。すると堺正章さんは、もう一度頑張ってみようと決心したそうです。堺正章さんも ×2 という肩書きが重かったのですね。お二人は交際10年してやっと、堺正章さんが65歳、敦子さんは43歳の時にゴールインしました。堺正章と前妻2人との離婚理由は、堺正章の現在嫁の敦子の画像。一度ならまだしも二度も離婚するとなると、堺正章さんに何か問題があるのではと思ってしまいますよね。そこで過去2回の離婚理由を調べてみました。1回目の離婚理由。1回目の一般女性との離婚理由は、一般人と芸能人との価値観の違いだったそうです。当時では破格の慰謝料1億円を請求したことでも話題となりました。ちょうどこの頃の堺正章さんといえば、ドラマ「西遊記」に孫悟空役で出演していました。堺正章の現在嫁の敦子の画像。画像引用元 YouTube。 他にもバラエティの冠番組を持ち、ソロ歌手として紅白歌合戦にも出演するほどの人気ぶりでした。あまりにも多忙だったため、不規則な生活や芸能界ならではの生活習慣などにより、
すれ違いを生んだのだと思います。しかし浮気していたならまだしも、価値観の違いで慰謝料を請求することもあるのですね。2回目の離婚理由は以下の2つだと岡田美里さんの口から語られています。お中元、お歳暮の時期はリンゴ、生きた車エビ、生ガキなどが毎日大量に届き、一人で令状をすべて書くなど対応がつらかった。家にいてほしかった。流産した頃から PTSD 心的外傷後ストレス障害を発症して男性恐怖に陥り、堺正章の生活音が苦痛になった。お中元やお歳暮の処理、丸堺正章さんは一流芸能人ですから、交友関係も広くとんでもない量の贈り物が届くのでしょうね。それを奥さん一人で処理するのは確かに大変そうです。家にいてほしかった丸。また岡田美里さんは旦那さんが家にいるのが理想だったそうで、仕事を多忙を極め家に不在がちになるなら、もはや芸能界で大成功することを望んでいなかったようです。堺正章の現在嫁の敦子の画像。岡田美里さんは週に2、3回は夫婦でゴルフをしたいと思っていたそうです。ですが多忙な堺正章さんにはそのような時間を取ることができませんでした。仕事で忙しいことは堺正章さんにとっては嬉しいことだったでしょうが、岡田美里さんにとっては嬉しい反面寂しかったのでしょうね。 PTSD 心的外傷後ストレス障害丸。ちなみに PTSD の発症は堺正章さんが DV したからというわけでなく、岡田美里さんが子供の頃父親からの DV を受けた心の傷が流産をきっかけに悪化したようです。父親からどんな暴力を受けたというと、父親が酔った時に母親に暴力を振り、岡田美里さんが止めに入った時に腕をつかまれて怖い思いをしたようです。 PTSD は時間が経つと回復すると言われています。しかしふとした時に PTSD が再発してしまうこともあるようです。相手が芸能人でも堺正章さんのあまりの忙しさにはついていけなかったのですね。